車がいなくなるのを見計らって車線変更するとか、あとはそのもう車線変更できなかったらまっすぐ行っちゃいますね。はい、じゃあ遠回りになっちゃったりしても、はい、もうだって首横向けないですから。横向けなくなっちゃったのはいつ頃からですか？あ、でもここ数年ですよね。あ、そうなんですね。その肩こりがやっぱりひどくなってから、うん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 、ここ 3,4 年の間ですかね。あ、で横見るとやっぱり首が痛いんですよ、うんうん、はい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 。こっちの方がまだいきますね。これってきついですか？いや、全然な、全然大丈夫。動かしたりする分、動かすっていうか、残したりするのは大丈夫なんですね。はい、自分で動かさなければ大丈夫です。うん、ああ、なるほど、なるほど。はい、あの人に動かされる分には大丈夫で、はいはい、自分で力を入れてっていうのは、はい、ダメです。わかりました。いやー、でも、ちょっと本当あれですね。レアタイプな凝り方ですね。そうなのって感じでしょうけど。もうずっとこれなんで。うちにもこのタイプが来るんで。ああ。はい。そうか。だからそんなにレア感を感じてないんですよね。ああ、そっかそっか。逆にその探せば、うん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 、その自覚してないこの層っていっぱいいるんじゃないのかなと思って。その気づいてない層が、はい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 、なんかその凝りのせいだと思ってないとか。そうですね。うん、確かにそういう方も結構いらっしゃいそう。自分も最初はその、はい、背中が痛くなりだした時に、はいはい、骨折したんじゃないかと思ったんです。あ、そんな強烈な痛みがあるんですね。はい、でそれで、はい、レントゲン撮って何にもなくて、はい、あれ心臓かなってなって、はい、で心電図撮って、はい、なんともなくて、はい、であとなんかエコーとかもやったり、はいはいはい、CT で脳の検査もしたり、あ、はいはいはい、その神経系の検査、うん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 、電流流したり、はい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 、一応全身くまなくチェックして、はい、で最終的に異常なしって言われました、はい、あ、全身健康体だよっていう、はい、でそれで最終的にただの凝りだったっていう、あ、恐ろしいですね、ただの凝り、はい、へえ、本当に最初折れたのかと思いましたよ。へえ、そんなに急に激烈に痛くなったんですね。はい、へえ、なんか折れるような要因思いつくようなことがあったんですか？いや、何もないですけど。ないけど、もう、はい、なんか痛すぎて、はい、あ、実はその、はい、なんかいつの間にか骨折してたんじゃないのかと、はいはい、ありますもんね、はい、はい、そっか。今もその骨折級の痛みが続いてるんですか？今はちょっとタイプが違いますよね、当時のとは。そうなんですね、はい、今はその頭が痛くなっちゃうの方が辛いですかね？そうですね、頭痛ですね。うん、もうなんかその、はい、痛いっていうよりも気持ち悪いですよね。うーん、これがまたその口では説明できない不快感なんですよ。はー、痛いかと言われれば痛くないけども、はいはい、ただただ気持ち悪いというか、その気持ち悪いっていうのも、はい、例えばその何かを食べて、うんうんうん、その食べ過ぎた気持ち悪さとか、はいはいはい、当たった気持ち悪さとかではなくて、はいはい、なんかこう、はい、言い表せない不快感で取り憑かれてるみたいな感じですかね。わかんないけど、そのなんかあのもうなんかもうただ気持ち悪いんですよ。へー、はい、その吐くとかそういう気持ち悪さじゃないんですよね。ただやっぱりその
なんか吐きそうな気持ち悪さはあって、あ、そうなんですね。でも胃から来るものじゃないんで、はいはい、別に吐いたからといって治んないんですよね。あ、はいはいはい。あ、吐いてみたこともあるんですか。はい。あ、吐いたら楽になるかと。はい。でもその、はい、元々が胃じゃないから、はい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 、全然すっきりもしないですよね。はい、はあ、難儀ですね。頭とかってどうなんですか。こうそういう時にちょっと頭ほぐしたりとかは変わらない。やっぱ肩こりから来るからって感じですかね。そうですね。頭は別に何とも、うんうんうん、なんとも、はい、ただ頭揉まれると気持ちいいかなぐらいの感じで、別にその揉んでほぐしたからないっていうこともないです。あ、そうなんですね、はい、やっぱ一番はこう首ほぐすことが。そうですね。いろいろお話を伺いたいですね。あ、そういうなんかあんまりない経験だったりとか、はい、はあ、あんまりない体っていうか状態だったりとかなので、はいはあ、そういう人もいらっしゃるんだなとか、はい、はあ、なんか勉強になりますね。上げるの大丈夫ですか。はい、はい、上がりますよね。上がってますよね。はい。やっぱこう背押しするからグッてやる感じだからですかね。あ、もうあの凝ってるからじゃないですか。あ、そっか、まあ、そっか。もともとっていう、はい、背押し始める前から。始める前から。ああ。多分この仕事をする前からですよ。ああ、そうなんですね。なんで凝るようになったかとかはもう全然わからない。腰が最初だったっておっしゃってましたね。それ大学生の頃からですね。腰が悪くなったのが大学生ですか。腰を悪くしたのは中学生です。あ、そんな早いんですね。はい。中学生の時に何で悪くなっちゃったんですか。部活ですね。あ、そのなんか滑り症になったとかそういう症例が出てるわけではない。あ、でも、うん、分離症とか、はいはいはい、ヘルニアとか、はいはいはい、診断されたんですけども、あ、はいはい、結局どれが原因か分かんないですよね。あ、はい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 。今はそういう所見はないんですか。あ、今全然腰痛くないんで病院行ってないんで、あ、なんとも分からない。ただその分離症って、はい、その、うんうん、折れた状態から治んないみたいなんですよね。うん、だからそれは残ってるんじゃないですかね。あ、そっかそっか。ただ今全然痛みはないんで、はい、うーん、その疲れなければ。中学で腰が悪くなって大学の時にはこう、あの肩こりがひどくなっちゃってたってことなんですね。はい。じゃあ15年ぐらい肩こりしてるって感じですかね。はい。何キロぐらい持ち上げられますか。え、全然わかんないですよ。わかんない。
あんまりそういうのも、はい、トレーニングなんかもしなかったんで。あ、なんかすごい力ありそうに見えるので。あ、でも今はないですよ。そうですか。はい、あんま重いもの持ったりとかはしないですか。しないですね。しない、全然しないです。あ、でも、はい、人を持ち上げるぐらいはしますよね、その施術チームに。ああ、そうなんですね。はい。持ち上げる施術ってどんなことですか。こう、はい、なんかベッドに寝てるじゃないですか。はいはいはい。そのちょっとこう、はい、位置をずらすのに、はい、持ち上げちゃうんですか。腰を持ってクッとこう動かして。ああ、はい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 、はい、はい。そうなんですね。でもそれだったらそこまで、ね、まあ、そうですね、そこまで大変な、あの全体を持ち上げるわけじゃないんで、うん、じゃないですもんね、うん、聞いてるかは弱かったと思うんですけど、一応柔らかさは出てきて、はい、はい、はい、まあ、あの、そうですね、まあ、もともと表面はあんまり張ってないんで、奥のこういうとこの凝り方が和らいだって感じはあるんですけど、はい、はい。